ついにやってきました、羽田空港。この日をどんなに待ち望んでいたことか。こんにちは、ももトラベラーです。ももは今、羽田空港第3ターミナルに来ております。これからワンワールド特典航空券を利用して世界一周旅行に出かけます。世界一周といっても仕事があるので、今回訪れるのは4カ国のみ。ハードな移動となりそうですが、楽しんでいきたいと思います。空港はとても空いています。国際線を利用する方はまだまだ少ないのですね。ももが最初に訪れるのはアメリカ・ロサンゼルスになります。あった、ロサンゼルス行き17時ちょうど発です。欠航便が多いですね。これからチェックインしてきます。ワンワールドで羽田空港からロサンゼルス直行便は JAL とアメリカン航空が飛んでますが、モムは日系の JAL さんにお世話になります。ビジネスクラスのカウンターを利用します。あ、こんにちは。米国渡航には、旅行者はワクチン接種証明、PCR 検査での陰性結果証明、PCR 検査は6月12日より不要になりました。その他、旅行証明書の記入、フェスタの認証が必要です。ベリフライの申請をしていると、搭乗手続きがスムーズです。無事にチェックインすることができました。これから出発できます。出国審査を終えて制限エリア内に入りました。これから JAL の空港ラウンジに行ってみたいと思います。ビッグニュースです。なんと JAL ファーストクラスラウンジが利用できるそうです。モモが搭乗するビジネスクラスは、通常サクララウンジが利用できるのですが、サクララウンジが一時営業停止しているため、 JAL ファーストクラスラウンジが利用できるそうです。こんなチャンスはないので、満喫してきます。ドキドキですね。ももは初潜入です。こちらではブースで仕切られたソファーがありますね。ラウンジスペースとなってます。奥に進んでいくとダイニングルームです。
寿司職人らしき方も発見。気になりますね。グラスはしっかり冷蔵庫で冷やされており、生ビールは4ブランドが揃ってます。その他日本酒、白ワイン、赤ワインもあります。こちらはドライフルーツやクッキーですね。で、紅茶、コーヒー、ジュース、何でも揃ってますね。さらに奥に進んでみましょう。ライブラリースペースですね。なんだか大人の隠れ家みたい。わあ、テーブルサッカーやチェスボードまでありますよ。優雅な空間ですね。通常なら靴磨きサービスも行っているようです。ももはお昼を食べていなかったので食事をいただくことにしました。テーブルの QR コードを読み取り、アプリから料理を注文します。悩んだ末、注文したのがこちら。JAL 特製オリジナルビーフカレーとコーンスープです。濃厚で絶品です。JAL 特製ビーフカレーもいただきます。お寿司も注文しました。JAL ファーストクラスラウンジでは寿司、鶴亭のお寿司が味わえるんです。おいしい。出発前にお寿司が味わえるなんて幸せです。食事の後はシャワールームをお借りしました。重い。開かない。清潔感があり、広々とした空間です。
タオルに歯ブラシに紙コップが置かれています。ドライヤーにハンガーもありますね。バスアメニティはコーセーのプレディアです。シャワーを浴びてすっきりしたモモは両替所へ向かいます。1万5000円両替して110ドルにしかなりませんでした。1ドル約134円。海外へ行くには厳しい時代ですね。出発ゲート前に来ました。結構搭乗される方いますね。今ゲートを入りました。これから搭乗する飛行機です。だんだん実感が湧いてきました。ももの席は休憩の窓側です。ここだ。プライベート空間ありますね。ビジネスクラスの座席は2列3列2列の配列ですが、すべての座席から直接通路にアクセスできます。足が届かないぐらい広々です。機材はボーイング787の旧型機です。シートはフルフラット型座席のスカイスイートなので、とても楽しみにしていました。モモは利用しませんでしたが、 Wi-Fi のプランもあって1時間10ドル15セントから利用できるみたいです。機内安全ビデオが始まりました。非常口や通路に置くことはできません。 Do not place baggage in the aisle or around the exitsシートベルトはしっかりと締めます。 Fasten your seatbelt securely. レバーを上げるかボタンを押すと外れます。 Lift the buckle or press the button to unfasten the seatbelt.機内の混雑状況ですが、ビジネスクラスは座席の7割ほどが埋まっています。機内は通路、化粧室を含め禁煙です。電波を発する状態の電子機器は使用できません。ふかふかのスリッパです。この靴べらが重宝しそうですね。
ソニーのノイズキャンセリングヘッドホンです。ミネラルウォーター1本もついてます。定刻を過ぎているのですが、もうすぐかな。今日はあいにくの雨ですが、雲の上は晴れてますね。5時24分。これからどんな冒険が待っているのか楽しみです。それでは行ってきます。隣の方はいなかったのですが、パーテーションを上げていただきました。サイドのボタンで座席の傾きも調節できます。ここでアメニティキットのご紹介です。ポーチはパリのメゾンキツネです。耳栓、歯ブラシ、ポケットティッシュ、アイマスク、マスク、以上ですね。寒さ対策にカーディガンをお借りしました。これは持ち帰ることはできません。
ドリンクサービスが始まりました。シャンパーニュにはドラモットグランドブランやメゾンバーティンベスラなど、ワインもチャルコレクションが満載です。モモはエミレーツファーストクラス機内で吐いたという前代未聞の出来事がありました。なので今日はアルコールは控えます。アップルジュースです。和食にするか洋食にするか本当悩んだんですけど、和食にしました。しばらく日本食は食べれないですからね。カモナスです。その上が和牛です。煮たアワビにデジルゼリーをかけたものです。とっても手が込んでますね。このお弁当がメインかと思ったら、こちらは前菜でした。メインは後から来ます。大のものが運ばれてきました。竹の皮で包んであるものはご飯でした。ご飯も温かくふっくらして美味しいです。左からサーモンの煮付け、中央がオリジナルカレー、右が豚ロースの香り揚げです。ご飯も温かくて美味しいです。デザートは羊羹と緑茶をいただきました。この羊羹がまた美味しい。スクリーンは23インチの大型モニターです。手元にタッチパネル式のコントローラーがあるので操作しやすいです。化粧室に来てみました。歯ブラシにマウスウォッシュ、ローションとハンドクリームもありますね。
フレグランスで有名なミラー・ハリスです。モモはお腹もいっぱいになったので少し休もうと思います。CA の方に上の棚からエアウィーブマットレスを出していただきました。寝る準備完了です。おやすみなさい。安全飛行お願いします。おはようございます。朝食の時間です。メインディッシュが半熟卵とスモーク生ハム、オランデーズソース、舞茸のロースト、レンズ豆とえのきだけのラグー、モロッカンススパイス風味、ほうれん草とカッテージチーズの温サラダです。名前が長くて覚えられません。機内が乾燥しているのでフルーツはとても美味しいです。ロールパンでした。温かいです。着陸態勢に入ります。
しいですがお別れです。10時間あっという間でした。もっと乗っていたかった。JAL スカイスイートは個室感があり、10時間超えのフライトも快適に過ごすことができました。ただマスク着用に関しては厳しく、寝ている際もマスクをしなければなりませんでした。星条旗を見るとアメリカに来たっていう実感が湧いてきますね。これから入国審査に向かうのですが、驚いたことにガラガラなんです。ほとんど待ち時間がないみたい。以前来た時は入国審査で2時間待ちだったような気がします。無事にスーツケースを受け取りました。11時6分です7分だ。さて、いよいよモモの冒険が始まります。無事にアナハイムまでたどり着けるのでしょうか。続きはまた。